こんにちは。今回はマニキュアを使って夏のミナモネイルを作っていきます。まずはマニキュアのちょっとシアーなカラーを根元の方に塗っていきます。手前の方に水色のマニキュアをちょっと波のような S 字のようなカーブをイメージして塗っていきます。この時にシアーの色と水色のところは筆でなじませるようにして少しグラデーションを意識します。先端の方には少しブルーを入れていきました。急ぎながら塗っていかないとこの乳白色のところと水色のところ色が混ざり合わなくなってしまうので急ぎながら塗っていきましょう。綺麗なグラデーションを目指すというよりは波をイメージして塗っていくのであえてムラがあったりとか筆跡が残っていると可愛いですよ。今回は先端にクリアブルーを使ってみたんですけれども、もっとネイビーとかしっかりした色を入れた方がよりグラデーションが綺麗に出て綺麗だったかなと思います。二度塗り目が終わったらまた5分程度少しだけ時間を置いてマニキュアの表面が乾くのを待ってから次の作業に移ります。もう少しブルーを濃くしたかったので先ほど先端の部分に使ったクリアブルーを全体的に上にワンコートしていきました。この次にミナモネイルの模様を作っていく作業に移るんですけれども、しっかりとベースカラーを乾かしたいのでここは5分から15分程度時間を置いて次の作業に移りましょう。アルミやペーパーパレットなどを用意してまずトップコートを多めに出します。このトップコートに対してホワイトのマニキュアを3分の1程度クリアよりも少なめにマニキュアを混ぜていきます。しっかりとマニキュアを混ぜたら筆にたっぷり取ってもらって先ほどのネイルの上に塗っていきます。ここに次はトップコートを単品で爪の表面に垂らしていきます。この時に全ての作業を素早くやっていかないと垂らしたトップコートが広がらなくなってしまうので色を混ぜるところ塗るところ垂らしていくところ全てを急ぎながらやっていきましょう。トップコートを垂らす位置でこの模様の広がり方が変わってきます。間隔を少し狭めに置いていくとトップコートが広がってこの水面の模様がくっきり出てきます。例えばもう一本行ってみましょう。今回は1本目のネイルよりもトップコートの置く間隔を少し離して垂らしていきます。少し離してトップコートを垂らしていくことによってさっきよりもこのミナモネイルのラインがボワッとします。なのでトップコートとホワイトのマニキュアを混ぜて作る乳白色の色の濃さとこの垂らしていくトップコートの感覚で模様の感じが変わってきますよ。トップコートを塗る前にしっかりとこの水面模様を乾かしたいのでまた10分から15分程度乾かしていきましょう。すぐトップコートを塗ってしまうと模様がよれてしまうことがあるので気をつけてくださいね。10分から15分置いたらトップコートを表面に塗っていきます。ワンポイントでストーンとパーツも置いていきました。ネイルチップなのでそのままトップコートにパーツを置いていきましたが実際に自分の手につけるときはトップコートだとすぐパーツが取れてしまうことがあるのでしっかりつけたい場合はネイルグルーなどを使ってくださいね。
今回はマニキュアのレッスン講座でした。最後まで見てくれてありがとうございました。またマニキュア講座やりたいと思うので見てくださいね。